はい、こんばんは。今ちょっとトゥルバってるのが今自転車乗ってる。今日はあの家族で自転車をお出かけ、子供の国のファンツウィンターファンタジー見に行くから、あの自転車でやってる、ね、なんで家族で自転車やってる、あのなんで車で行かないかというと、まあ一つは運動になってる。今あのライカムの前の坂を登ってきてるから結構疲れてる、イコール運動してきてる。いいね、最近痩せてきてるよ。で、あの、あと一つの意味は、あの、いつも車を車に乗せてからどっか行くと、子供がなんかあの親にどっか行きたい時には頼るようになってしまうのがあるから、逆に一緒に自転車乗って行くと、その子供が、ああ、どっか行きたいなら自転車乗って行ってみれば、行けばいいっていう経験になるから、まあ今僕はただ9歳だから一人であちこちには行くはずはないんだけど、あの3年後ぐらいこの経験繰り返していったら、3年後12歳ぐらいになっていったら、あープール行きたいな、あだらプール連れて行ってじゃなくて、あープール行きたいな、じゃあ自転車乗って行こうみたいに、なんか独立ができる。だからあの家族できっかけやるとそんなに遠く無理はしないね。でもあのできる範囲、今あのお家から子供の車は 6.8 キロがあるからちょっと距離がある。でも自転車効果的ですよ。あの家族で自転車でお出かけしたりすると、なんか子供の独立につながるだと思います。はい、どうも今日も見てくださってありがとうございます。